はい、ともきです。では今回もルキナー使って練習をしていきたいと思います。ああ、見せた。毎回さ、
はい、ということで、まあ、最近はですね、まあ、世界戦闘力大体500万前後ね、まあ、うろちょろしているんですが、まあ、なかなかその、まあ、550万ぐらいにいけないので、まあ、いろいろね、調べたり、研究したりしてるんですけど、まあ、その中でね、いろいろ情報を得ていく中で、まあ、ルキナのやっぱりキャラコンセプトって考えると、やっぱ差し替えちゃうんですよね。まあ、相手が攻めてきたところに、その剣のリーチを生かした技を置いて、まあ、迎撃したり、あとね、シールドで防いだ後にしっかり反撃取ったりっていう感じのキャラなので、で、コンボもね、そんな高いコンボないので、よく何回も何回もその読み勝っていって、ダメージ稼いで、で、時に復帰阻止を狙ってって感じのキャラなので、やっぱりその待ちが強いキャラっていうのがすごい最近なんか分かりましたね。で、負けてる時の大半っていうのは、例えば飛び道具が嫌がって、無理に攻めたり、あと温まってね、攻めすぎちゃったりとか、そういう時結構簡単に負けちゃったりするんですけど、それだとね、ルキナの多分強みが全然活かせないんですよね。まあ、あくまでも、そのルキナの適切な場合に、まずね、移動して、そっから、読み合いですね、ひたすら。相手がやってくる行動に対して、じゃあこっち何を、どのタイミングでその技を振るのか、みたいなところをしっかり読み合っていかないと、全く勝てないというか、相手キャラによっては本当ダメージレースで、まあ、簡単に負けるってしまうので、まあ、例えば感覚的に言うと、まあ、最近ね、追加されたテリーと比べた時に、例えばテリーだったら2、3回読み勝ってコンボ決めたら、結構その相手をね、瀕死状態に追い込めるんですけど、まあ、ルキナだとね、3回程度だと多分その 50% とか 60% ぐらいしか稼げなくて、あと2、3回は最低でも撃墜するには読み勝たないといけないみたいな感じで、まあ、火力が高いキャラの、まあ、2倍ぐらい読み勝っていかないと、まあ、撃墜するとこまでなかなかいけないのに加えて、撃墜するときも、まあ、台上でね、なんかコンボ決めて撃墜ってほとんどないので、まあ、下強、下スマとかね、横スマとかそういうのは一応あるんですけど、まあ、撃墜拒否してる相手に対してそれを狙うっていうのも結構、まあ、難しい話なので、何でもいいから技当てたりガード崩したりして、まあ、かけずとに出したりしてな、こう有利展開作ってから撃墜狙う必要があったりという感じですね。本当に難しいと。で、とにかくその一回回り詰めた後に読み合いをしなきゃいけないので、じゃあ相手がどんな技を持ってて、この技振ってきたらこれが確定で反撃取れるよねみたいなのをできる限り知ってないと、やっぱりより強い相手に確実に勝っていくっていうのは、まあ、ほぼ無理というかね、その反撃をしっかり取れないと、ダメージレース的にかなり不利になってしまうキャラなので、そういう点でしっかりそのキャラ対というかね、例えば飛び道具を連発してなんか引いて、ノーリスクでね、ダメージ稼ごうとしてくるときに、じゃあ、まず回り詰めて、読み合いの展開に持っていくと。その読み合いの中でしっかり読み勝ってね、チャンス作ってダメージ稼がなきゃいけないっていうところで、
またはガン待ちとか差し返しを狙っているんだったら、まあ、釣りコードですよね。まあ、安全な位置で、なんか、数回ね、隙を見せるふりして、または攻めるふりして、なんか技を振らせてそこを差し返すとか。そういうのをね、しっかりやらないと、本当に勝てないですね、このキャラ。いや、マジ難しいです。で、これまで、ルキナの重要な技だけど、あまり使ってなかったものとして、二つあって、それが、滑り横強と、あと、シールドキャンセル上必殺技ですね。ドルフィンですね。この二つ、私全然使ってなかったんですけど、その特に上手い相手とかね、当たった時に、やっぱりそういうのもね、しっかり使えてないと、ダメージレースで全く歯が立たないというか、有利展開作るのも結構厳しかったりするんで、しっかりその二つは使いこなせなきゃダメだなってすごい最近は思ってます。滑り横強なんですけど、まあこれですよね。これ、どういうとこで、まあ、使えばいいのかって、わかんなかったんですけど、まあ、最近やっとなんかわかってきて、もちろんね、これ、ガードされると、もちろん反撃もらっちゃうんで、基本的に。何も考えず振る技じゃないですと。で、一番、大事なのって、上手い人って、基本的にそのラインを上げた後に引く行動すると思うんですけど、引いた時に、引くのを読んだら、これを深めにこう刺しに行くっていうのが、結構、まあ、一番大事なポイントかなって思いますね。上手い相手ほどね、この、引き行動が多いので、まあ、それにしっかりこう反撃できるというか、差し込めるっていうのは、やっぱりチャンス作る上で、まあ、すごい重要だなと。まあ、逆にね、それが今まで全然できてなかったんで、やっぱりその上手い相手に対して、こう、チャンスを作るのが難しかったというところですね。まあ、なので、そのラインを上げ下げする中で、相手が一回ラインを上げて、なんか攻めてきて、その後引くんで、それを読んだら、深めに、滑り横強で刺しに行くと。で、さらに上手い人だと、その、ラインを上げた後にガード張りっぱにして、滑り横強をガードし反撃狙うとかって、そういう読み合いも多分発生してくると思うんですけど、まあ、そういうのをね、してこない相手に関しては、まあ、どんどん狙っていけば、まあ、引き行動に対してリスクをつけれる。のかなってところですね。あと反撃取るのがすごい重要だなと思っていて、やっぱりその相手の攻撃をガードしたけど、なんか反撃取れなかったみたいな。食う前もなんか、間に合わねえなみたいな。でも結構あるんですよね。相手のこの技をガードしたら、この技で確定で反撃取れるとか、まあ掴みできるよとか、なんかそういうのをやっぱりできる限り知ってないと、まあ厳しいなっていう。ところと、例えばね、インクリングのローラーだったら、ガードしたら上スマ確定とか、まあそういうのもね、含めて、まあ知識として、まあできる限りやっぱり持ってないと、まあ辛いっすね。で、ルキのそのシールドキャンセルの中で一番強いのが、シールドキャンセル上必殺技のドルフィンですね。これが一番発生が早くて、5フレームなんで、まあ大体のやつに反撃取れるはずなんですよ。だけど弱点として、こう密着しないとね、すっぽ抜けるんですよね。こういう感じで。これが、この上必殺技使うので、すげえ難しいポイントで、例えばクラウドだったら、もうこういう位置で、上 B 擦っても当たるんですよね。だけど、ルキナだと当たらないみたいな。当たりにくいとか。そこの性能差がね、やっぱり、大きいので、しっかり読み合いの中で、この技をガードして、かつ密着、ある程度密着してて、まあ、これ、この位置だったら確実に当たるよね、みたいな。時じゃないと、やっぱりリスクが大きいんですよね。まあ、だけど、その、相手キャラの優秀な技、よく振ってなんか突っ込んでくる技、例えば、ウルフのクエンとか、フォックスのクエンとかかな、リンクのクエンとかだと思うんですけど、ああいうなんか押し付けが強い技をガードした後に反撃取れるのってこのドルフィンぐらいだと思うんですよ。そういうとこでしっかり反撃取れるかどうかって多分すごい重要で、で今までそれ全く使ってなかったんですよね。やっぱりリスク高いなと思っていて、あんまり使ってなかったんですけど、やっぱりしっかり使えないと、やっぱダメージレースで、まあ勝ちづらいので、まあちゃんと使わなきゃなってとこですね。で、一応ね、ドルフィンに関しては、これ撃墜力も意外とあるので、例えばの、撃墜近くなった時にこうかけてね、シールドでタックかけて、密着状態かな。密着状態でガードできればこれで撃墜っていうのも可能なんで、撃墜タックとしても、まあ上必殺技をしっかり使えるっていうのが多分大事だなと。まああとはね、上スマですね。これもね、なかなかこう、範囲が、これも、あれかな、密着してないと当たんないんで、基本的に。あんまり信用できないんですけど、やっぱこれもちゃんと、相手のこの技をガードしたら、これが確定するんだったら撃つみたいな。これをしっかりできないとやっぱダメですね。そういうのがしっかりできた上で、復帰阻止をしっかりやっていくと、うん、多分強いのは間違いないんで。やっぱりその、反撃、取れるところでしっかり解いてないってところが、今の自分の弱い部分ですね。はい、ということで、まあ、ルキナね、まあ、超難しいんで、あれなんですけど、まあ、でも、スマブラ力は絶対にね、上がってるとは思うので、
まだまだその VIP はね、ちょっと遠いんですけど、頑張っていきたいなってところですね。はい。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter リンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。